ただいまただいま帰りました。よっ、前です。お帰りなさい。よっしゃー。ってことでね、今日はいつもお世話になっているこちらに行ってまいりました。自由。はい、ってことでね、今日はね、自由に行ってきて今帰ってきました。ってことで購入品をね、少し紹介していきたいと思います。1万円分買ってきた今日。てか自由やばかってんけど、めちゃめちゃ安くなっててんけど、もう人も多かったんやけど、でもね、もうめちゃめちゃ安く1点目、こちらサンダルでございます。こちらですね。こちらはラストスポーツサンダルのブラックの M サイズでございます。私23センチから、ものによっては 23.5 の人なんですけれども、 M でちょうどでした。この靴な、ほんでめちゃめちゃ厚底なんよ。だから普通に身長下げれる厚底やし、めちゃめちゃ低反発で履き心地最高なんよ。しかも触り心地もスベスベで、めちゃめちゃ気持ちいいから、めっちゃ歩きやすいし、もうほんまに大活躍すると思う。この夏全身黒コーデとかにもめちゃめちゃ大活躍しそうなアイテムだったので、もう即買いでした。これはもう即買い、今日一おすすめかもしらんっていうぐらいおすすめでございます。おすすめでございます。はい、次2点目。2点目はこちら、リブコンパクト T M サイズでございます。こういう感じ、このさ、ここやばくない？ここ胸元のこのカッティングがおしゃれ。あ、ピアス。結構ボトムスを選ばず、着回し力が抜群なんじゃないかなと思いまして購入いたしました。あとここがなんかインパクトあって可愛くない？普通にジーパンとかスキニーとかでも似合いそうなので、こちら購入いたしました。このデコルテの部分を綺麗に見せれそうやからいいよねで、半袖で、生地自体はこんな感じです。来た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 。結構肉厚なんですよね。大活躍しそうでございます。え、次行きましょう。3点目。3点目はこちら、よいしょクリアテープベルト990円でございます。このベルト結構夏っぽくて可愛いなって思ったのと、あと結構クリアの素材って今年めっちゃ流行ってるらしくって、あのイヤリングとかアクセサリーとかでも流行ってるらしいんやけど、ちょっとベルトでね、そういうちょっと流行を取り入れてみました。買っちゃいましたよ。次4点目ね。あ、これ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 やばない？バンドカラーギャザーワンピース1490円 S サイズです。これ SNS とかでバズってる GU で今流行りの敵ワンピと呼ばれるやつですね。これワンピースとしても着れるし、羽織物としても着れるので、ちょっと落ち着いたね、オフィスとかでも着れるあのベージュをね選んじゃったんですけれども、結構まあ薄めやから中は絶対着なあかんねやけど、結構こういうタイプってダボダボで着ると結構太って見えがちやから、今回はね S サイズを購入いたしました。こちらでございますね。5点目ラスト、こちらこちらでございます。デニムジャケットを購入いたしました。L サイズで、これ見て1990円。あ、あこ外れそうで、こちらただのデニムジャケットじゃなくて、じゃん、の映画の2001年宇宙の旅のコラボ商品となっております。多分ちょっと前に出たんかな、でそれでセールになってたんですけど、このデニムジャケットもう一目惚れしました。安くなってて、めっちゃ買っちゃった。デニムオンデニムみたいな感じで、デニムのセットアップで着たいのでこれを買ったんですけど、これからさ夏やのにみたいな感じで暑いんちゃうみたいな思われがちなんですけど、中にケミソールとかで着たら全然夏もいけるので、これをね買った。私156センチなんですけど、XL を買おうと思って羽織ってみたらもうデカすぎだから、もうぶっかぶかめちゃめちゃぶっかぶかやったから L ぐらいがちょうどいいかなと思ってます。はい、ということで実際に着てみるので、そちらを参考にしてみてください。どうぞ。はい、ってことでデニムオンデニムしてみました。ちょうどお尻が隠れるぐらいの長さになっております。おすすめ。続いてはこちらの半袖でございます。ちょっとマージンの商品多いんやけど、この前紹介、動画で紹介しているのでそちらをご覧ください。で、ベルトはですね、こんな感じでございます。まあ透明なので見えません。で、首元、これやっぱりめちゃめちゃ可愛い。デコルテがすごく綺麗に映ってめちゃめちゃ可愛いなと思いました。はい。続きまして、こちらのワンピースですね。やっぱり、やばい。可愛い。これで1500円やばくない？なんか全然この仕事場でも全然着れそうな感じです。で靴もめちゃめちゃ履きやすい、歩きやすいですね。こちらは
で、ワンピースボタン閉めたらこんな感じで、ボタンを開けるとこんな感じになります。なんかボタン開けると大人っぽくなりますね。首元も見えてちょっと大人っぽくなります。風が強い。この時めちゃめちゃ風が強かってんな。笑てるわ。ほんで次こちらオープンカラーシャツです。今回買ってなかったので紹介しなかったんですけど、この前いた時買いました。自由に可愛いでしょ。メンズもんなんですけど可愛いのでちょっと着てみました。ぜひメンズものも見てみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。いつもありがとうございます。 GU 様ありがとうございます。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 こんな感じでね、 GU、まあ、愛も変わらずめちゃめちゃ安くてもうめちゃめちゃ可愛い商品ばっかりだったので、皆様も GU の近くに行った際はぜひ見に行ってみてください。ということで今日の動画はここまで。またね。バイバーイ。いやー、めちゃめちゃ可愛い。この靴がさ、もう早く履きたすぎて履きたすぎて履き、やばいな、ほんまに。もうめちゃめちゃ可愛い。結構厚底やし、もうめちゃめちゃ可愛いよ。楽しみー。ということでまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。